レンタサイクルでゴーウィンターイン両前。今日は道の駅伊達の里両前からレンタサイクルで両前町を満喫します。レンタサイクルは道の駅伊達の里両前の伊達市観光案内所で借りることができますよ。こんにちは。手続きはとっても簡単。まずは利用申し込み書に記入します。身分証明ができるものを忘れずに持参してくださいね。さあ、ヘルメットを借りておすすめのスポットを聞いて、いざ出発。行ってきます。夏美ちゃん、葵ちゃん、行ってらっしゃい。ポケットパーク見えてきたよ。休憩しようか。そうだね、一回泊まるよ。両前町掛田のポケットパークに到着です。青空でお天気も最高。ここの眺めは、あ、見晴らしがいいね。わあ、綺麗だね。山が綺麗に見えるね。綺麗、紅葉も綺麗だね。街が見えるね。武田が一望、いい眺めですね。さあ、次はどこかな。ここはお店かな。雰囲気がとっても良さそう。こんにちは。こんにちは。武田町中サロン寄ってみっていうところで、名前の通りに、あの地域の人々たちにちょっとくつろいでいただくような場所になってます。はい、地域の方々の憩いの場になってるんですね。そうなんです。今日もね、いらっしゃってますけども、はい、落ち着く雰囲気ですね。ありがとうございます。これは120年ぐらい前の建物なんで、それをこう直してね、あのやってるんで、結構いい雰囲気がありますよね。はい、はいはい、お待たせしました。ね、どうぞ。座ったところに出します。はい、ありがとうございます。です。どうぞ。ありがとうございます。いただきます。はい、どうぞ、ごゆっくり。いただきます。いい香り。あ、じゃあよかったです。ありがとうございます。いただきます。気に入っていただけました。美味しいです。あ、じゃあよかったです。すごい風味が、はい、おすすめなだけありますね。とっても美味しいです。皆さんに喜んでいただいてるんで、150円の味には思えないって皆さん、びっくりしていただいて、はい、ありがとうございます。おいてみさんの中で食べるとほっとしますね。あ、そうですね、今冬になったんで薪ストーブも炊いてるんですよ。やっぱりなんか皆さんね、あの火を見ると、火を見ながらね、こうコーヒーの中のことをとっても喜んでいただいてるんですよ。お料理されますよね。はい、本当に美味しい。ありがとうございます。今も申し上げましたけれども、やっぱり伊達市のシンボルになっているこの稜前がとても素晴らしいですし、あとここあの掛田はこの寄ってみで、あの皆さんにあの集っていただいて楽しめるところなので、ぜひあの稜前町だけじゃなくて、伊達市の方だけじゃなくて、とにかくいろんなところからいらしていただきたいなと思います。あの美味しいコーヒーを入れて、あのおもてなししますので、ぜひお越しいただきたいと思います。ありがとうございます。ま、また来ます。はい、 あとね、一つ冬の寄ってみでは、あの月曜日に焼き芋焼いてますので、それも名物になってますので、ぜひ女性は芋好きですよね。、はい、来てくださいね。ありがとうございます、はい、お待ちしてます。120年前の建物を改造して作られたってすごいですね。美味しそうなコーヒーと大判焼き。寄ってみは雰囲気が良くて居心地が良さそうなところでしたね。私も行ってみたいな。月曜日の焼き芋の日に。さて、2人は次にどこに行くのかな。さあ、見えてきたのは神社の鳥居。ここは神社のようです。
亀岡神社。直線で趣のある階段ですね。ここには亀がいるので、行ったら見つけてみて。神社を参拝した2人、次はどこに行くのかな。あ、松葉園さんだね。入ってみよう。止まるね。霊山町大和田にある松葉園に着いたみたいです。いちごの看板が目印です。こんにちは。美味しそうなスイーツがたくさんありますね。はい、ありがとうございます。おすすめは何ですか。おすすめはいちごをそのまま使ったフローズンコットンっていう、はい、削ったものになります。ではそのおすすめのフローズンコットンお願いします。はい、ありがとうございます。お待ちください。今ちょっといちごも始まったので、よかったらこれ食べながらおかけになってお待ちください。ありがとうございます。ありがとうございます。お待ちください。真っ赤なイチゴ、美味しそう。いいなぁ、夏美ちゃん、葵ちゃん。うめぇ、美味しい、美味しい。はい、お待たせしました、フローズンコットンです。すごい、美味しい、美味しそう。はい、お待たせしました。ありがとうございます。口いっぱいに広がって美味しいですね。あ、ありがとうございます。先ほどいただいたこちらのいちごも大変美味しかったです。ありがとうございます。松前さんで作ってらっしゃるんですか。はい、そうです。うちはもともといちご農家なもので、いちごがメインで、生産しております。大変美味しいいちごなんですが、いちご作りに対しての思いを教えてください。はい、うちではですね、いちごから笑顔と言いまして、いちごを食べた方に笑顔が届けられたらいいなという思いで、いちごの生産をしております。食べた方もありますが、送られた方も蓋を開けた時にこういちごの香りがふわっと漂ってきて、本当美味しいものを食べる時って本当に人っていうのはこう笑顔になれるっていうのがあるので、そのいちごを食べてる瞬間だけでも笑顔になって、なんかこう嫌なことを忘れられたらいいのかなと思っております。はい、ありがとうございます。松前さんの優しい思いと熱い思いが美味しさの秘訣なんですね。はい、ありがとうございます。最後に霊山町の魅力を教えてください。はい、霊山町の最大の魅力なんですけれども、こちら例年ですと8月にですね、霊山太鼓祭りというものがあります。こちら350年の歴史がありまして、総勢800人の太鼓の同時打ちを聞くと、すごいこう胸がこうどん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 とこう響いてきて、すごくこうなんていうんですかね、ワクワクというかドキドキというか、本当こう昔から聞いてる音なので、もうワクワクしてきてしょうがないというか、なんかそんな感じのこういろんな方に見てもらいたい一番の魅力かなと思います。はい、ありがとうございます。いちごをキュッと凍らせてふわっと削ったフローズンコットンいちご、ほんと美味しそうでしたね。私も食べてみたいな。そしていちごから笑顔、いい言葉、見ているだけでも笑顔になっちゃいますね。いちごスマイル最高。夏美ちゃん、葵ちゃん、おかえり。道の駅に帰ってきましたね。そうそう、ここに来たら道の駅もしっかり見なくちゃね。わー、美味しそうなあんこ焼きだよ。おじゃん、美味しそうだね。やっぱ伊達市といえばあんこ焼きだよね。たくさん売ってるな。ねえ、本当だね。果物いっぱい。ゼネラルレスラーズだって初めて聞いたんだね。あ、
リンゴの季節だね。あ、ぶどうもあるよ。おいしそう。あ、いちごもあるよ。すごい大きい。福はるかだって。あ、いちごとめもある。あ、福島の霊山漬けだって。漬物もいっぱいある。紅茶漬けが美味しいよね。あ、きっとさ、めっかにちご。伊達どりだ。すごい。伊達どりもいろんな商品がある。そうだね。ご飯のお供とか、レトルトのカレーもあるよ。美味しそう。隣のフードガーデンも見なくちゃ。ここには霊山焼き本舗の牛タン、お手姫うどん、唐揚げ工房味噌からや、巻き場のジャージーのジェラートなど誘惑がたくさん。美味しそうなお店がたくさん。道の駅伊達の里霊山は東北中央道相馬福島道路の霊山インターを降りてすぐ。伊達の地酒や伊達鶏や紅葉漬け、霊山漬けなどの特産品、伊達市自慢の農産物などお土産がたくさん揃っています。レストラン伊達食庵、ここは伊達鶏を使ったメニューなど伊達食にこだわってますよ。その他にも人気の霊山パン工房115、伊達鶏バーガーもおすすめです。つきたて餅福の月、休憩にカフェドルポ、ここはシュークリームがおすすめです。レンタサイクルで行った街中サロン寄ってみ、いい雰囲気でしたね。亀岡神社はカムさんいたかな。松葉園、いちごもフローズンも食べたいな。どこも行ってみたいところばっかり。ぜひレンタサイクルで霊山町を周遊してみませんか。レンタサイクルで GO! ウィンターイン霊山をお届けしました。詳しくは概要欄をチェック。